ご紹介したいと思います。気楽、気楽優美の皆さん、はい、よろしくお願いいたします。会長さんはものすごく背の高い方でございまして、見上げてお話をさせていただきましたけども、佐藤明さんを一頭にですね、今日踊っていただきました20名後ろにいらっしゃいました。佐藤明さんでございますけれども、会長さんです。はい、チームはですね5歳から50歳まででございます。すごいですねみんななんで代表の顔を見るんですかはい、5歳から50歳までね、の皆様でチームが結成されております。今日は20名の皆様によりまして踊っていただきますが、テーマは絆&心でございます。今とっても大事にしたい言葉でございますけど、今まで男性の方が多かったので鬼武者という言葉を使ってたそうですけども、女性の方々が増えてまいりました。それで急遽鬼姫と鬼武者ということでございます。メンバー募集しております。もし踊ってみたいな、参加してみたいな、興味があるなという方、どうぞ参加していただきまして、気楽優美の会長佐藤明さんの方までご連絡お願いいたします。それでは3チーム目、気楽優美の皆さんです。はい、ただいまご紹介に預かりました、気楽優美、楽しく美しく、まあ、気楽にやろうやっていうチームでもう13年が経ちました。2年ですね。来年で13年を迎えます。13年にドカーンと今日なんか中心になるみたいなけど、花火のように打ち上げたいと思うんで、メンバーどんどん募集しております。来年札幌に一緒に行きましょう。で、今回の踊り多分これあと2回ぐらい残して終わっちゃうんじゃないかと思うんですが、頑張って踊らさせていただきます。よろしくお願いします。我らは絆、天に気楽、心thank you.
わめし織姫舞う姿は美しい。皆の心が絆を得る今ここに舞う天空飛散熱き魂を。いやよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。キラク&ユミの皆様でございました。はい、みんな入ってきて。